無理やね。いやということは何やその仕事やってる時と普段ですよこうやってね、うん、だからやっぱり違いオンオフというか、うん、このきっちりできる人はこういう仕事できるんじゃないかみたいな。いやそんなことないと思います。それはない。うん、地のままです。私は地のままでその介護の仕事も やったり。これ難しいっすよね。相手の方にある目合わせながら軌道修正してるっていう感じ。あ、うん、合わせてあげないとやっぱり反発とかね、あのヘルパー一個も言うこと聞いてくれへんとか、かえって利用者さんが思われるので、あそうやねって言いながら。いや肝ったまお姉さんやからできるんであって、いやお姉さんやからできるのであって、そのやっぱりスタッフいますでしょ、はい、スタッフの人たちはやっぱりそれに対してどう受け止めて捉まえてるのかな。愚痴とか言わない？言うでしょ、人間やもん。それは聞きます、はい。例えば一個も言うこと聞いてくれはれへんとか、うん、何言うてはるか分かりません、うん、みたいなことは、うん、今この、ほんでまた同じことばっかりね、あワンパターン、ちょっと分かります、ね、まあ、おじいちゃんおばあちゃん多いよね、同じこと何回も言うのね、うんうん、多分言わないと整理つかない。そう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 、うんうん、だからもう全部お腹から全部出してもらって、うん、したらすっきりしはるから、聞き上手になれっていうことで、聞いてあげる、こっちからわー言うんじゃなくって、うんうん、でちょっと暗いなストレスだもたまりはりますよ、ね、お外も出られへんとか、うん、お買い物も行かれへんしとか、やっぱ女やからね、お外出てあの買い物に行く、お化粧したりとか、そうそうそう、うん、聞き上手って簡単なんて難しいね、これ難しいっすよ。さっきもヒーローさんの話ずっと聞いててストレス溜まったのいつ終わるんか、いつ終わるいやごめんなさい、ヒロさん日本よくしたいんいや、その気持ちわかんない。でもたまに空回りしてる。そうそう、どこ行ったいや、でもだからそれをうまいことできる人っていうのはこれ何やろ、持って生まれたもんか。それ例えば今ね、そうやってヘルパーの人を養成したりしてるじゃないですか、はい、簡単にできるのかなっていうところが僕簡単じゃないより、俺のリスナーもすごいね。いやその辺ちょっと聞きたいの、ね、あのね、どうやったらなっていけんのか、そういう気持ちというか。これ一つね、あの僕びっくりしたのはね、ほとんどの人間がね、まあこれ言うでええのかも、もう言ってまいりますが、はい、認知症の人やっぱ多いですね、はいはい、私誰やとか誰とか、うんうん、そういった時にもし自分の身内やったらね、さっきもあったかもしれないけど、はい、そのなんかね、耐え難くてね、名前も忘れてしまった、うん、辛いですね、うん、辛いですよ ね、 そのでも他人のためやったら、うん、あの逆にできるっていう、それが1点と、うん、2点目はね、そのやってることに対して自分がそのほんまに達成感があるの比率か、辛すぎてね、うん、あの労働時間とか、うん、あのこの業界ですよ、はい、あのやっとられへんわってい いうのとか、この現状なんかをちょっと、それもあると思いますね。もういろいろその時その時の状況によって、人間ですから感情が出てきて当たり前やと思うんです、うん、その時どういうふうにフィードバックしてあげるんですか。そうですね、まだうちの場合はね、そういうちょっと重症の方がちょっとまだ少ないんで、うんうんうん、あのそこまでもまだちょっと私も経験はしてないんです。今だいたいおられる方っていうのはデイケアとナイトケアとか、僕らもちょっとナイトはないんです今、ね、ナイトはないんですか。ナイト、はい、だからその人たちっていうのは入浴介助と、うん、あのまあ、おむつ交換とかね、そこぐらいかな、うんうんうん、ちょっとやっぱ べったりではない。日中 で介護の方はあの時間がね短いんです。1時間半とか、うんうんうん、あの障害はあのちょっと長いんですけれども、うん、そういう国の行政のやり方がちょっとあの分かれてるんで、分かれそこは難しいね。これね、ちょっと自分らに言いたいんやけど、へへ、俺の連れはもっとね重度やから、もう帰りくたくたなる。もう帰ったらだから酒ばっかり飲む、で自分がうつ病になってまう、うん、だからそれぐらいにストレスはたまるし、で現場で揉め事が、患者さんいうかその老人の人は赤ちゃんともう一緒やからね、あのそれはいいと、我慢できると。それよりもこの組織内でどんな仕事でもそうやっていう話もあるけれども、みんながね、私がこんだけ頑張っとるのにあの子が頑張ってないやないかっていうのがね、その比率がこの業界はやっぱりめちゃくちゃ高いんじゃないですか。そうですね、利用者さんのその障害の程度によってね、楽な方もいらっしゃれば本当に大変な方もいらっしゃる。でそれに自分が行く、大変ですよね。それは自分のレベルに沿ってじゃなくて、あの行ってくれ行ってくれ、とりあえずあのみんな一応派遣するんです。へ、じゃあもし新人でポンって入っても難しい人
に行かされることもたまに、うん、その時とりあえず1回目は同行しますので、この方こうしてこうしてこうしてあげてくださいね、でこういうことがあっても飲み込んでさらっと受け流してくださいねっていうことをアドバイスします。これやねだからね、聞いてる人はね、俺らとか私らなんかもっとしんどいことをやってるとか言ってすぐこう比較するやん、でもね、僕が一番脇君分かってる、このきっかけが純粋やん、仕事のためでやってるとかってずっと聞いてたけど、これはピュアなところは自分がやりたいからやってるということが中心やん、だから今やられてる範囲がだったらね、そこやん、例えばこういう仕事をね目指してる人いると思うんですよ、目指してる人は必ずそれがないしなかったらダメですよね、絶対そういう気持ちがまずなかったらその仕事できないですよね、それ例えば収入のためだけは思って やったらこれ絶対ダメですよね、ダメですね、収入だったらヘルパーさんでも1時間のパートで、1000円と1000円で行く方が楽やって言って辞められる方もいらっしゃいます、それとなんかね法律がね一時3年ぐらい前にねガクン減って、普通1500円時給も取ったんだな、うちの息子なんかでもその時調べたけどいきなり800円になっちゃって、あんな重労働して、だから800円でこれ割り合わんぞって普通の若い子思うよ、でも割り合わへんでやったらこれはもう間違いであって、自分の人生のそのなんていうかな膨らみ、20代は買ってでも、お金払ってでも成長するっていう、そっちの気持ちが本当はあって自分を大きくしたいなって、器を大きくしたいためにやるっていう業界でしょ、そうですね、それをやってはるから今後ね、どんどんこういうことを続けてね、だからねやっぱりね人の芝生はよく見えるっていうことで、さっきももう一回繰り返すけど、この仕事の方がしんどいとか、僕らはもっとしんどいことやってるとか、そんなバカなとか、いやもう一緒やと思いますよ、そうやね、そこはそうね、ただ見てると楽なように見えますけれども、内面的にはしんどい部分いっぱいある、そうやろな、絶対しんどい、してることはしんどいけども、利用者さんがおとなしくしてくれはったら、ね、お水交換にしても大変ですし、まあ、これやっぱり人間やからね、相手そう、ここやねんね、ここがまあ言うたらやりがいももちろん生まれるやろうけど、もちろんしんどいとこも絶対生まれると思うね、何してもしんどいとこあると思うんですよ、嫌なこともね、